はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はステータス上限が200になったことによりさらに性能が強化された東国無双シリーズについてと、ネタ装備かと思いきや優秀な装備であった11面観音シリーズ、この2つの装備の比較と運用法についてやっていきたいと思います。概要欄リンク先に11面観音シリーズについての動画を載せておきますので、そちらも参考にしてみてください。元から優秀な装備であった東国無双シリーズ、現在ステータスを200まで触れるようになったことによりさらに性能が強化されています。攻撃範囲括弧体、今まではステータス99で攻撃力111上昇、現在はステータス200振りで攻撃力224上昇となっています。体200で使用する場合5つ揃えでダメージ増加の期待値は約 15% になります。11面観音シリーズの動画をご覧になっていただいた方はもうお気づきだと思います。攻撃範囲耐毒も約 15% のダメージ増加期待値です。それでは2つの装備の比較と運用法についてやっていきましょう。ダメージ増加期待値はともに約 15% でほぼ同値、東国の方が5つ揃えで発動でき総重量が軽いがステータス体に縛られます。11面観音は6つ揃えが必要ということもあり、必要装備数が1つ増えるためビルド構築の自由度が東国より劣ります。その代わりステータスの影響が少ないので体以外の武器でも運用可能です。東国のビルド構成が76か643での運用、11面観音は基本的に76での運用になるかなと思います。ステータス体を使うビルドの場合に東国、それ以外の場合は11面観音をビルド構築の際にぜひ考えてみてください。ということで今回は攻撃力反映体の東国シリーズと攻撃力反映耐毒の11面観音シリーズ、この2つの比較と運用法についてでした。